ーティーがあるんです。予約受付中です。ぜひ今年のクリスマスはケンタッキーで、この無言の空間も嫌いではありません。ぜひケンタッキーをよろしくお願いします。ケンタッキークリスマス。子役の峯岸君は、はい、僕のちっちゃい子は顔が似てるんです。いやでも本当に本当の親子みたいですね。はい、もしかしたらまあ20年後ぐらいにはあの検索を使いになってるかもしれないですね。いいですね。地球もとても美味しく、はい、はい、これはあの芸術ですね。素晴らしい。名前ですね。あ、名前。ケンタ。はい。わかりやすいですね。それも外せないですね。そうなんです。僕、友達にもよう言われてました。ケンタ、教師にできたらええな。はい。小学生ぐらいの時から、はい、クリスマスシーズンになると、自分でケンタクロースって実は言ってたんですよ。実は？はい。全く広まらなかったですけど。でも今回はあのやっぱケンタッキーさんと、はい、ケンタッキーさんにこのケンタクロース大使という、はい、賞といいますか、はい、任命させていただくのされることでも、やっと堂々と言えますね。はい、おっ、おっ、これは本人の意思で、ね、どうもやれば本人の意思ですか。大声の審査ありがとうございます。おめでとうございます。お手伝い、はい、まさか動くとは。ありがとうございました。すごいですね。楽しい感じでお願いします。